木造の晒し組や。あそこは雲藩の木造や。おい、おいだけ。おい、どうか。どうか。おい、入るか入るか。おい、やるぞ。やりやすてるか。これ、それ。申し上げるまでもなく、この度将軍家茂公のご上洛を機に薩摩長州あたりの不老の徒が足利一族の初段に名を借りて、実は幕府の方々を威嚇せんとするのでございます。あいつ一般守護職たるの面目にかけても、喜兵衛、下手人はあくまでも救命しなければならぬ。それながら、お召しによってただいま近藤土方の病名がまかれてました。たかが食いはぐれの痩せ浪人どもに何ができるものか。まあ木造斬りぐらいが関の山よ。おお近藤氏。やつら昼日中どこかの穴に隠れて寄って、夜になるとこそこそ出ていたずらしよ。何のことがない、ドブネズミ。しかし、貴公らは近頃祇園あたりの色町で歌われてる歌を聞いた。腹が立つぞ。どんな歌だ。会津肥後の神にあげたいものは白木の参謀にくすんご。何だと。木造斬りは確かに成功だった。足利と徳川の違いかされ、将軍には変わりがないからの。しかし、今度の将軍上洛は、幕府としても我々としても暗記の分かれ目だ。この機会を逸しては、上位も水なわんだ。なあ、伊蔵。お三つ坊、お茶一つくれないか。はい。これ何ぼです？え、そうですな。まあギリギリ一両にまで見切ってみましょう。ええねやな。一両と二分か。これもう少しまからんか。何しろ元手なんですから、それ以上まかりませんな。やめとこう。どうもお気の毒。古田が、うん、お主だいぶ商人らしくなったな。不動具屋の肝になったり、豪州浪人古田慎太郎になったり、俺も全く忙しいよ。なあ、お主早く来たのか。うん、いや、貴公が出かけるとすぐだ。一人でうちにおってもつまらんから。バカみたいよ、せっかく伏見組んだりまで出かけたのに留守だった。留守か。なんだ出雲寺、お主龍馬を訪ねたのか。うん、いささか話したいことあってな。よせよせ、あんな奴と話をしたって無駄だ。第一、あいつが何のために勝つと年頃にしているか、その本心が俺には分からない。勝は近頃方々の奥江様を訪ねて開国論を解き回ってるそうだ。出雲寺、姉小路卿は大丈夫だろうな。大丈夫だ。三女姉小路両校ともその上位論は絶対不動のもんだ。両方らしい。みんな何をぶっちゃずらしてるんだ。おいずまじ、あれ
や二三日前、祇園の叶え亭で勝先生のご出に預かって、あそこの娘分の、お茶さん、初めて会ったら、お主、あれ、掘り出し物だぞ。坂本。なんだ。お主、何のために勝林太郎と年頃にしているのか。そんなことか。それが勝先生が日本一の回顧論者だからよ。すると、お主は同志を裏切っても開国論に移るつもりだな。いや、そんなことない。俺はただ青い空は青いと並べ、長らく面白いと見てるだけだ。ごまかすな、坂本。まあまあ。なあ、坂本。お主が今、勝の主義に共鳴して、攘夷論を捨て、開国論を主張すれば、勢いそれは徳川幕府を助けることになる。つまり一時でも幕府の命を伸ばしてやることになるんだ。お主、大義を今日失って、いつまた広告のために資する日があると思うんだ。いや、大義は決して失わん。こと広告の存亡に関する限り、この命ぐらいいつでも捨てる。わしが今日回顧論に移ったのも、広告百年の将来を思い起こすが。大体お主たちは、二言目には攘夷攘夷と目の色を変えているが、もっと大きく、国家の存亡ということを考えたことがあるか。それを考えればこそだ。ほほう。では言おう。攘夷という限りには、異国を相手にして戦うことだろう。いいぞ、西洋の軍艦が1時間に何回走るか知ってるか。知るもんか。西洋の軍艦は1時間に20何回り。日本の軍艦はやっと8回だ。これで話になるまい。そんな軍艦なんぞどうでも構わん。では大砲の弾だ。日本の弾はわずか8丁までしか飛ばないのに、向こうの弾は何十何丁と飛ぶ。これで対等の戦ができると思うか。戦いは精神だ。心がないだ。そんなそろばん勘定じゃないぞ。そりゃそうだ。俺だって決してそろばん勘定だけで戦いに勝てるものとは思っていない。しかし、異国人は軍艦で来るぞ。いくら陸に網を張って待っていたからとて、真の攘夷ができるものではない。それだけの軍艦、それだけの弾丸が、日本で製造できる日まで一時攘夷を伸ばし、まず備えを固めることにならぬんだ。そのために勝先生は今兵衛海軍の訓練所を作ろうとなされているんだ。黙れ。卑怯者、攘夷は国論だぞ。そうだ、その通りだ。臆病者。臆病者。これほど言っても分からぬやつは相手しても始まらん。いや、あまり喋りすぎて口が酸っぱくなった。どれ、口直しに祇園でも行って、いっぱいやるとするか。おい、どうするんだ。裏切り者を生かしておいては攘夷党の恥だ。まあ待て、龍馬の説にも一理はある。お主まで臆病風に吹かれたな。どけ。回った、気をつけろ、あてもの。さっきだってどこへ行くんだ。龍馬をぶったげるんだ。まあ待て、龍馬はもうその辺にはおりやせ。うろうろ探し回るだけ無駄だ。え、やらなきゃならんもんなら、今度会った時俺が一刀両断にしてやる。まあまあ落ち着け、落ち着け。なあ、お長。うん、この主、龍馬の言ってることをどう思う。うん、俺のような田舎神主にはよくわからんが、お主はどう思う。龍馬の言うこともよくわかる。しかし、攘夷をやらなければ幕府はいつまでも倒れる。攘夷は幕府を倒すまでの唯一の手段なの。
お客さんどうっす？誰だ？この前来はりました。綺麗な女の人です。おちかさん、いつ来た？ほんの一足を先に。今日はちょっとそこのお稲荷さんにお参りに来ましたさかい。ああ、で、願い事は？まあ、願い事やって。おちかさんの願い事だったら言わなくたって分かってる。気がしますさかい。もう、もう拙者のがよろしい。おながは、ほんの少しだけど川道屋はんのそば餅持ってきました。よろしゅうしたら上がっとくれやし。おお、あ、どうもごちそうさま。早速と言いたいんだが、あ、拙者はやめた。お近さんが食べさせたいのは拙者じゃなかろう。拙者は遠慮する。まあ、お長はって。今のは冗談冗談。おい、出雲寺。うまいものあるぞ。ああ、これはうまそうだ。座って座って、拙者が持ってくる。主、主。へえ。お湯をしてくださらんか。へえ。おまっとうさん、あの方どこ？祇園でなんとか言うてた。うん、そうだよ。何をしゃべりしてはんのや。おいく姉さん、お近姉さんの嬉しそうな顔見たのやつ。あ、お近はん、あんたお出し付きの窓っせ。ええ。姉さん、あとで読んどくれし。はは。Thank you.
ばんは。おう、お近づろ。さあさあ。おおきに。姉さん、お先どす。お一つ。しんべえ、お近づろの釈伝のお手は、せっかくの酒も、もうない。まあ、田中はん、ずいぶんきついことを言いやすわ。うちのお釈で、えらいすんまへん。大変どっせ。新選組の見回りの方々が。コーラはどこの藩のものか。無礼だぞ。無断で人の座敷に乱入すると。我々は伊豆藩の見回り役だ。不審の筋があって調べる。何を。まあまあ待て待て。拙者薩摩藩士田中新兵衛でござる。ご不審の筋何なりとお調べくださる。ではこの席は何故の談合でござる。何故の談合とは、ちと下世のお言葉でござる。飲みたくて飲み、語りたくて語っているに過ぎぬ。何？飲めばおのずと話に身も入ろう。待て待て。拙者、近藤勇でござる。失礼の談、お許しください。おう、近藤氏か。お見受けするところ、だいぶんご酒も召し上がるらしい。飲めば話に身も入るとか。あまり話に身も入らぬうちにお引き上げくださった方がよろしゅうはござらぬか。ご注意、かたじけない。苦しい挨拶はよして。まあ、上がれ。お主、朝飯はまだか。あ、今そこの飯屋で食べてきております。ああ、そうか。国元の方、変わりはないか。はっ。音羽も、岡羽も。はっ、ありがとうございます。そういうか、国元では、今に京都では戦始まったじゃ長かっちゃって噂しています。なかなか戦は始まらんや。まだまだ幕府方にも力がある。いや、しかし、国元の若侍どもは、さらし首の噂ばあ聞いて、誰も足が地につかんでこわすと。近頃は、勤皇脱藩の無人公を始めてから、そういう浪人に、みんなおいおい上京することにしています。うん、それは厄介だな。生兵法の田舎者が何人出てきたって足手まといになるばかりだ。田中さん、この人を斬るっちゅうことは技でごわすか、心でごわすか。ほほ、難しいことは言い出したな。それ刀流の極意は心と気と力の地にある。心定まって気振るい、気振るって力生ず。
みんな嘘の顔だ。俺はいつの時でも絡む中だ。道場で習った憲法なんぞ何の役には立ちやせ。いやしかし、たとえこんにゃくでもごぼうでもただ一心、真剣に切ることだ。空を切っても手は上がる。おいの夫藩は神明無双流を使いますが、今度国元ば立つ時極意の三方ば伝授してきました。極意じゃ切れもんでごわすか。極意の三方それよりはお主、墓までも取ってゆっくりしろ。当分はゆっくり狂犬物でもすることだ。いや、おいは物見湯さんに上洛したんではごわせん。ただ一心勤労の。分かった分かった、そうギクシャクするな。それだから国物は嫌がられる。しかしおいはどうだ、京大阪を初めて見て、町の繁盛、人のにぎわい、見るもの聞くものに驚いたろ。京にも大阪にもおいは一向たまげもはん。たまげもはんかしかし今度国元へ帰ってみろ。五条家の町が狭く苦しく汚く見えるぞ。鹿児島で七十万石の五条家で壊すと。バカ、大阪の道島へ行ってみろ。七十万石は一日にも足らぬ出し入れだ。え、どうだ、たまげもしたか。その上京都は往生の地だ。酒はよし、魚はよし、女は、いや、こりゃ先々お主などには縁がなさそうだな。どうでお祝い仲間でごわす。お祝いにかがとの土を落とすんだな。もしもし、これだこれだ。はい、ただいま。田中さん、あれは何者でごわす。女よ、薩摩女も鴨川の水で洗うとああなる。おい、二種銀一枚出せ、祝儀だ。二種銀？祝儀に二種銀でごわすか。ケチケチするなよ。すべて何事にも快楽には気度線がいる。女が虫のせいでお世辞を言うと思うと間違うぞ。出せ出せ。お待ちどうさま。おい、これば、おはんにやっと。え田舎者が祝儀の出し方一つ知らん。おし、顔つなぎだとよ。もらっとけ、もらっとけ。すみません。あんたも薩摩のお方ですとな。うん、どんな五条家の戦国馬場の近くじゃ。私、どっかで一度お目にかかったような気がしますとば。お花はどこのもんか。五条家の夏影下でした。ほう、おし、これじゃ小さい。いつもの湯飲みを貸せ。はい。それからこれも二三本。はい、かしこまりました。どうだ新一郎、祝儀の効き目はてきめんだろう。いや、あいは祝儀のせいでごわせん。おいの言葉懐かしがっとんでごわすと。こいつずうずうしい。あなた、田淵様のご子息様じゃございませんか。うん、おいは田淵の新一郎じゃが。ああ、やっぱりそうでございますとな。おはんな誰か。私、ご本家で働かせていただいておりましたお金のおめえでございました。おお、そういうわけじゃ。まあまあ、まあかけ。はあ、そうか。おはの、お金ばばのねえか。新一郎、これは二種銀一枚じゃ安かったの。いやいや、人間はいつどこで誰に会うかわからんもんでごわす。
そうか。懐かしいだ。うん。まあまあまあ。おいでやす。まあ、いっぱい飲め。おいでやす。そうか。何にしましょう。酒だ。おしん、俺にもちょっと酌をしろよ。はいはい。今夜はずいぶん召し上がりますとな。召し上がっては悪いか。いつの間にか静かになったら、もうそんな時刻か。四つ時過ぎると町人衆のお客様たちは帳場でそっと耳打ちしますけん、みんな帰りなはります。それはしかし気の毒だ。いいえ、その代わり宅などこうして薩摩様土佐様のごひいきになっておりますけん、同じ商売で肩身が白うございました。当節は薩長殿の方でなければ夜もしも明けませんたい。風呂屋の中でさえ薩摩茶屋かや土佐塚かと歌ってるご時世でございますけんな。こいつ小娘のくせして嫌に油をかけるぞ。おい新一郎、この手に乗るなよ。いや、この女子は正直もんでごわす。お金ババアもいたって正直もんでごわしたで。こいつもう乗ってやる。いや。いつものお座敷が来ました。お移りをしたらどうです。しかし今夜はそうもしていられない。ここでいい、ここで。まあいいや、お変化。あちらでゆっくりおしやすな。そうしやす、そうしやす。では移るとするかな。そこなお侍。そこの会津のお侍。は？拙者？聞こう。何か落とし物はないか？狩犬みたいに、その顔は何という顔だ。おしん、どうだ、ここで一つ薩摩茶屋かや土佐塚かと大きな声で歌ってみせろ。会津のお役人に遠慮しろというのか。かまんかまん、会津様も28万石の大大名だ。縛られるにしても縛られないがある。どうも新一郎。帰る、帰る、帰る。帰る。だ、誰？会津のお侍。いや、拙者は他に所用もある。それに何か拙者を藩の隠密とでも見てられるようで。いや、何その、せっかくのご指揮を妨げてもならんか。そうお慌てなさるに及ば。一つ拳銃を。いや、貴公が立たれると、この若い田舎侍は何か帰り道に手配りでもされると思ってビクビクする。じゃ、だるま。いや、全く拙者は他に所用がある。どうも失礼でした。ごめん。新一郎、水、水、水くれ。
気はついたか。極意の散歩も当てにならんな。おう、お茶殿。ああ、田中藩。座敷がいいか。女の一人歩きは危ない。送って死んでよ。おお気に。けど。まあ、遠慮はいらん。お主との道行きなら、新兵衛、千両投資とせるぞ。こいつは薩摩の橋から出てきた山猿じゃ。新一郎、何をぼんやりしとる。挨拶せんか。おいどま、いや、拙者は薩摩の獅子、田淵新一郎でござる。こいつ、遠慮堅くなって。さあ、お近くだ、行こう。見せてたんす。目は何と壊すか。奥泉の神正しいな。ああ、また刀の自慢か。しかし、羨ましいな。俺もこの刀で一度暴れてみたいな。そうは問屋でおろさん。田中新兵衛、命にも代えがたき魂だ。あ、おみつぼ。はい。目をつぶって。おお、よう似合う。女川藩、これ気に入らんか。まあ、うちにくれはりまんの。うん、すんまへん、おおきに。お主、なかなか女の子には親切だな。いや、今縄手通りを歩いているとちょっと目についたもんだからな。いや、なかなか我らには目につかんもんだよ。お主といい、出雲寺といい、八坂方はやはり目のつけどころが違う。お長藩にモテるのも当たり前だな。何を言うか。出雲寺はほら、祇園の、うん、確かお地下とか言ったな。出雲寺のやつ、女子供にうつを抜かして道場方の訪問も怠けてしまえな。お、おい田中、今日姉小次郎が勝つと会見するというぞ。どこで会う。七方の寮。お主どこで聞いた。竹内先生のと俺知らせがあった。で、時刻は八つ半頃だ。八つ半、うん、出かけよ。金がね、噂には聞いていたが。なるほど、勝。君は弁舌といい、才智といい、
なかなかのくせ者らしいな。いや、これは恐れ入ります。わしは君に騙されんようにと、みちみち眉に唾を塗りながら来たり。いや、近頃はそうした六十様の方がくせ者ですよ。勝君、幕府開国論者の君から招きを受けて、逃げるのは卑怯と考え、所有者のいさめるのも聞かずにこうして出てきたが、わしはあくまでも上位論者だぞ。よく存じております。しかし上位と仰せられ、また私が開国と申し上げますのは、卑怯これ皆報告を思うのまことから譲るもので、尊王の大義にはささかの変わりはないものと固く信じております。では聞くが、幕府の開国論は果たして尊王の大義に基づくものか。異国を恐れ、異国に媚び、しかも己自らの命を一時も長く保たんがためのものではないか。なんと仰せられます。恐れながら、田中新兵衛他二名がご面接した義吉にございます。しばらく待たせておけ。わしは率直に言うぞ。君は幕府の禄をはんでる人。さすれば君の開国論も、所詮は幕府のためのもの、幕府を助けんがためのものとしか取れんわ。いや、伝太郎、縁あって幕府の禄をはんではおりますが、現今の内外の情勢は、そんな小さなことにこだわっている場合ではないと考えます。私は決して異国を恐れるのでもなく、また攘夷を避けるのでもございません。真の攘夷を断行いたしますには、まず国を開き、徳川300年の鎖国の夢から目覚め、異国から学ぶべきは学び、捨てるべきは捨ててこそ、皇国の守りも大山の屋敷に置くことができるものと信じております。お待たせいたしました。どうぞ。おお、噂に聞いていた元気のいい上位党の先生たちだな。拙者、拙者どもは金々貴公にお目にかかって、いささか御意を得たいと思っていた。おう、そうかい。しかし今日はわしは少し用事がある。そうおっしゃるのは逃げる算段だな。いや、逃げはしない。しかし結局水と油では話になるまい。いずれまたお目にかかる機会もあるだろう。では。勝が世に摂津兵庫大の海の備えを巡検せよと進める真意は、おそらく天保山、片野村、小野浜、境などの砲台や、神戸村の海軍訓練所などの状況を目の当たり世に見せて、やがてはそれをもって世に開国論を説かんとする底意であろう。その底意を知りながら、
ゆえもなくその申し出を退ければ、あれみよ姉小路の攘夷論は、実情に即せぬ空論だと、彼ら開国論者どもから後ろ指を刺されても仕方があるまい。よとしても空論家にはなりたくない。かつは世のために幕府の軍艦、人道丸を用意するとまで申している。では、すでにご内諾を。うん。世は参るつもりじゃ。そのご準権、新兵衛、伊佐坂府に落ちかねます。何と申す。何がための今更のご準権。いや、拙者もその点、伊佐坂合点が参りかねます。では、そちたちは、世を疑うのか。恐れながら、折り入ってお願い申し上げたい気がございます。何事じゃ。そのご準権のお供の中に、ぜひともこの源三郎をお加えくださいますよう、曲げてご承認のほどお願い申し上げます。そちたちが世を疑うなら、まあまあ、何とでも気ままにせい。世はあえて拒みはせん。姉小路卿のことだから、まあ、絶対にそんなことはないと思うが、何しろ相手は曲者の数だ。万一ということがある。だから俺はそのために随行を志願したんだ、うん、いやしかしその俺の友では信用ならんとでも言うのか。いささかな龍馬の説に耳を貸すお主だ。いいぞ、少し言葉が過ぎやせんか。それでは出雲にもかわいそうだ。しかし龍馬は勝に解かれて、その口車に乗って幕府の傀儡となっている男。そりゃ酷だ。彼の開国論も我々と方法こそ違い、期するところはただ一つ、王政を復古せんがためのものだ。いや龍馬は裏切り者だ。まあまあ打ち上げはよせよせ。この話は俺に預ける。姉小路卿の友には俺がついていく。ではもし姉小路卿が勝に解かれ変説をしたらお主どうする。ん、その時は一刀両断だ。よし、俺もその説だ。いやそれはいかん。すぐ刀に訴えるようでは攘夷も単なる暴論になる。たとえ姉小路卿が解かれても防ぐ手は他にいくらでもある。とにかく足取りを見る必要がある。まあ女川、おお珍しおすな。しばらく。さあどうぞごゆっくり。なあ田中、兵庫行きは俺に任せてくれ。お主何かというと、待てのなんのと、昨今のお主の態度は実に軟弱だ。軟弱？何が軟弱だ。軟弱だ。噂によるとお主、女に惚れてるとかなんとか、実に軟弱極まる。あもういい、やせやせ。おう、女が。お主あまり帰りが遅いのでのこのこやってきたよ。春宵一刻値千金、わしもたまには酒の蚊が恋しゅうなってな。こんばんは、おおきみ。お近殿、遅いぞ遅いぞ。お近ってこれか。うん。お近姉さん。え、うちかありまほか。あら、ええわ。
らんといてや。いつまじさん、すんまへん。出雲じゃ、お主、お近づのと。あら、田中は一度はしまへんの。こいつ、俺に断りもなく、お近づのに惚れるとはけしからん。では、お主もか。嘘だ。嘘だ。もうおしまいか。冷やで一杯くれんか。おまたん。の速力、砲台の設備、弾丸の威力などいずれも先日のご巡視によって十分ご納得のこととは存じますが、あれでも西洋のそれに比べまするときに残念ながら未だ遠く及ぶことではございます。ただいたずらに攘夷を口にする老子の輩が何と申しましょうとも、世界の体制はすでに開国の機運に向かっております。日本はもはや日本のみの日本ではなく、世界万国の中の日本にならなければなりません。今こそ国民全体が皆等しく心を一つにして進まねばならない時でございます。この国家存亡の時にあたり、あくまでも攘夷論を誇示なさるのは一部過激なる老子どもを恐れ遊ばすお心かと愚行つかわつります。仁太郎、お願い申し上げます。日本国のために、やがて来たる新しき日本国のために、この勝つと共にお命をお捨てくださいますよう、幾重にも幾重にもお願い申し上げます。もし私ども両名の命によってこの日本国は新しく生まれ変わりますならば、この身一つを捨てることこそ男子たる者の本懐ではござりませぬか。これが渡月橋だ。桜の頃はさぞ見事でしょうね。うん、今日の嵐山と板にさえ打とう名所だ。あの山一面花見客でいっぱいに渦まるそうだ。これこれ。え、どこへ行く。大比較にお参りいたします。そっちに脇道がある。その方を通れ。この道を通りましては下があるから遠慮しろってんだ。え、すまんことした。
あかんか。おい、まだ寄り合いはすまんかの。知らん、わしは知らん。同じ屋根の下にいながらお主が知らんはずはない。もし姉小路卿の変説が事実なら、大半は出雲寺の責任だ。あいつが何のために節や正吾組んだりまでくっついてったと思う。そんなことまでわしが知るかい。そんなに疑うんだったら、なぜ今日の会合に出雲寺だけ省いたんだ。変説の疑いある者を呼べると思うか。姉小路卿は幕府方に買収されとるっちゅう噂があると。うん、近頃幕府方の警戒が急に厳重になったのもそのせいだろう。もはや姉小路の変説は疑いなか。お主たちは、お主たちはそれをみんな出雲寺の責任だというのか。うん、そうとしか考えられん。じゃああいつがかわいそうだ。何がかわいそうだ。それは出雲寺がだ、道場方の訪問を怠ってたからだ。では出雲寺の処置はどうする。除名すべし。いや、賛成だ。賛成。賛成。じゃあ姉小路は俺が引き受ける。うん、姉小路やるべし。こいつ一発のしし取りで言いやが。田中、それは俺に任せろ。知れ知れ。あいつ方の身はあれだ。ん、おい、知ろ。姉小路卿の一件、お役さんは弁解のことがあるまい。お主らの推量通り、今度の兵庫大阪巡検の結果、姉小路卿は到底上位の行われがたきを悟ったのは事実だ。貴様、それだったらなぜ最後の手段を取らなかったのか。先生、飛行が強いんだ。やらぬことしちゃいかん。うるさい、引っ込んでろ。そうか、乱暴しちゃいかんぞ。さあ、貴様の本心を聞こう。姉小路卿の考えが変わったのは変説じゃない、思想が進歩したんだ。貴様までが変説したのか。まあ待て、田中。姉小路卿は将来幕府を倒す場合にぜひ働いてもらわなければならんのだ。何、我々が現在主張するところが上位でも、その最後の目的は幕府を倒して再び王政の昔に返すにある。田中、その時だ。その時に姉小路卿はぜひとも働いてもらわなければならん人なのだ。そうだそうだ、その通りだ。うるさい、また理屈を送りよ。田中、頼む。姉小路卿のことはしばらく俺に任せてくれな。頼む。出雲にも入ってる。彼としても考えがあってのことだろう。考え、考えとは何だ。姉小路卿に反省を求めるのだ。姉小路卿をもう一度上位論に引き戻すのだ。田中、やるのは今だ。お主がやらなきゃ俺がやる。こいつの軟弱論なんぞに耳を貸したらいかんぞ。何、軟弱論とは何だ。軟弱だ、卑怯だ。二言目には待ての何のと、貴様は命を惜しむ男だ。何だと。国事を忘れて女に迷い。いつ俺が女に迷えばこそだ。命も惜しかろう。待て、待ていいぞ。出雲寺は何も女のために。貴様は女が大事か、同志が大事か。出雲寺、刀にかけても貴様の決心のほどを見せろ。
伊蔵、もしまさかお近さんを。そうだ。何も罪のないお近さんを。それは無茶だ。何が無茶。同志190人の名役をただ一人の女に変えて、それで男一匹の面目が立つと思うか。いや、刀にかけてはっきり決心を見せろ。同志一同が各東西に奔走して艱難辛苦いたしておりますのは、そも何故とおぼしめされますか。ただ一途に攘夷を眼目とし、こなた様並びに三条様におすがり申し上げて。水文字、それはそちの本心か。は、余はこの目で見てきたのだぞ。そちとてもその目で見、その心で悟ったはずだ。果たして攘夷が実行されうるものと思うのか。いえ、私のことを申し上げるのではございません。私のことはしばらく置いて、こなた様は、いえ、こなた様だけは。これはいなことを聞く。ではそちは、自分では不可能と思う攘夷を、この姉小路に行えと申すのか。水文字、そちは涙を浮かべているの。そちは世が開国論に移れば、攘夷の浪士どものために世の命が危険にさらされる。それを気づこうているのであろう。それは。伊豆文字、姉小路は必ずなると思うところに邁進して、よし、それが中道に倒れても決して悔やむものではないぞ。なんちゅうてん人間は要領じゃ。おいは今日竹地先生の使いで三条公に追ってきたが、あげん名家と仲良しとればどっちに転んだっちゅうてん損はなか。三条様っちゅうのは奥屋さんでしょ。うん。あんたそげえらよ方と。何を目を丸くしとるか。三条公前でなかなか面白か人物じゃよ。うん。おいおしん、これじゃ小さい湯飲み持って。何を考えとっとか。昨日にしてもおいは同志会合の席上で姉小路をやるっちゅうて頑張ったんじゃが、田中のやつめまあまあつってと。酒くれ。どうした。田中、悔しい。俺は悔しいんだ。姉小路、今夜開国会議に列席するという噂だった。田中、お主が源三郎に決心を預けさえしなければよかった。お近さん、やっぱり俺はみんなを解いてくる。姉小路卿はどんなことをしても殺してはならん人だ。でも貴様、よくも俺を裏切ったな。裏切った。そうだ、裏切ったではないか。姉小路卿は今夜開国の会議で列席するぞ。え、今夜。
もしここで上位中止のお触れが出れば何とする。どうしたんの信仰を水の泡だぞ。貴様、なぜあの時俺に任せなかった。なぜ俺を解き伏せた。待って、言うな。上位との存亡は区営一夜に迫っているんだぞ。この始末は何とする。俺のこの面目は何とするんだ。どうし一同への申し開きに俺の目の前で腹を切れ。田中、お近さん、田中、俺に今一時の命を貸してくれ。貴様、この鬼を呼んでまだそんな。いや、決して逃げも隠れもせん。死ぬべき命を借り受けて犯した罪を償うんだ。何、お主の面目も必ず立てる。田中、この立て死が帰っていくぞ。貴様、逃げる。この女、出雲寺のために身も心も投げ出してくれない女なのか。それほどまでに出雲寺を愛している女を貴様切って何とするんだ。出雲寺は今何のために駆け出していったと思う。どこへ行ったと思う。田中、彼としては最も殺しがたい人を殺しに行ったのだ。その出雲寺を、その出雲寺をこれほどまでに愛する女を悪かった。俺が悪かった。お近さんは出雲寺の女だ。出雲寺の女だ。遺産、立ち重い。ただいま。
한 도수? ただ残念なのは俺の腕の鈍さから新兵衛の愛と泉の神忠重を。どうした、どうした、撃ち落とされたのか。ならば泉の神忠重は確かに薩摩浪人田中新兵衛の所有に相違ない。あ、確かに、確かに彼が日頃自慢の者に相違ございます。なお姉小路卿は賊に向かって出雲寺かと叫ばれたと。おはや猶予はならん。田中出雲寺の浪人を直ちに召し取れ。まだ休まんとでますか。どうした、出雲じゃ。俺に罪を着せるためにその場合あの刀を捨ててきたなどと、そんなこと、そんなこと俺が考えるものか。では俺に手柄を譲ろうとしてあの忠信を持っていったあいつの気持ち、俺は出雲寺に礼を言わなければならぬくらいだ。
様は痛い目を見せるぞ。いえ、出雲寺をどこへ隠した？お近をどこへ逃がした？決して嘘は申しまへん。お近は昨夜出たまま戻りまへん。まして出雲寺様のことなどは。言わぬか。おい、よさましろ。まだ乾きまへんか。えらいお世話になりまして。なんのなんの、この辺は鳩小屋は変だよな。これもなんかのご縁だすわやな。ぼつぼつお昼寝たくちまおうか。すんまへん。ちかさん、俺だよ、俺だよ、女川だよ。まあ、女川、よう、まあ、ご無事で。そして、うん、出雲寺か。無事だ、無事だ。無事で大原の鎌風呂にいるよ。まあ、田中は？あんたはんの様子を聞いてくる言うて、まっすやい。大胆なやつだな。田中。女は水文字はどうした？無事だ、無事で大原にいる。よかった、よかった。いや、実は俺もお主たちを探しに出てきたんだよ。町の中は仙人が厳しいので一歩だって入りません。お近さん、土産を買ってきた。海道水の古着屋で新兵衛冷や汗をかきながら見立ててきた。どっちにしてもそのなりでは人目についていかんからの。えらいすんまへん。まあまあ、とにかく急いで着替えなさい。出雲寺を許してやってくれんか。え、なんだ一体。あの時姉小路卿は人恋出雲寺ではないかと叫ばれたそうだ。その声を聞いて彼の腕は一層鈍ってしまったんだ。ああ、刀のことか。うん、お近さんから聞いたよ。あいつは嵐山で俺の決心を封じたことから俺の面目を立てんとしてあの刀を持って行ったのだ。お主分かってくれるのか。
分かる、分かると思う。田中、ありがとう、ありがとう。出雲寺に代わって礼を言うぞ。いや、礼は俺が言う。俺はあいつを友達に持ったことを誇りとする。俺は今まで訳も分からず、上位上位と空騒ぎをやってきたが、そんな時代はもう過ぎた。間もなく新しい時代が来る。田中、それはお主の本心か。俺にもようやく龍馬や出雲寺の言っていることがおぼろげながら分かるような気がしてきた。おなが、お主お千賀さんを連れて出雲寺のところへ届けてやってくれんか。え？そしてあいつに龍馬の海軍塾へ行くように進めてやってくれ。あいつに当分同志を忘れ、京都を忘れさせて新しい本を読ましてやりたいの。しかし、お主は一体これからどうするんだ。俺のことは心配するな。俺に代わって勉強するように言ってくれ。俺はこれまでの時代に生きてきた男だ。あいつは次の時代に生きる男だ。それでいいんだ。田中、お主まさか。何を言う。おお、似合う似合う。さあ、すぐ出かけてくれ。え？お近さん、あんた女川と一緒に出雲寺のところへ行ってください。出雲寺は大切な体です。今つまらぬことで間違いがあっては取り返しがつきません。どんなことをしても生きて次の時代の用意をしなければならない男です。お近さん、頼みます。あなたからそう言ってください。何事も考えずに一心不乱に勉強させてやってください。しやけど今この危ない同志のお方の難儀を見捨てて。いや、現在京都で尽くすべきことは、しんべヱ必ず二人前働きます。その心配はいりません。しんべヱ頼みます。あいつのことだけは頼みます。早く行ってください。田中、あんた何ぞ何ぞ、あんたあの身の上に変わったことでも起きたんやおへんか。千賀さん、何を心配する。田中新兵衛には薩摩藩が控えています。大丈夫大丈夫、決して決して外から手出しはなりません。さあ、早く行ってやってください。遅くなってあいつに間違えてもあっては大変です。何をぐずぐずしてる。いかんか。行ってくれ。頼む頼む。おなが、遅くなって出雲寺に万一のことがあったら、しんべヱ、お主を一生恨むぞ。行ってくれ行ってくれ。分かった、行く行くぞ。田中、田中、ご機嫌よろしゅう。またきっとお目にかかれましゃろね。きっと会いましょう会いましょう。気をつけて。さあ。
早く。Thank you.